神経系とストレッチです。CTO を刺激するストレッチをスタティックストレッチ、まあ、このような形のものを皆さんやると思いますけれど、なんで約2秒なのかというと、筋膜リリースのやり方をご紹介します。このように足を前後にこの姿勢を作っていると、あるポイントでふーっと力が抜けてくるんですよね。